自虐政見放送。わー、はい、なら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 なんで政見放送なのかがよくわからないわざわざスーツまで来ましたけど、将来でもあるわけよ。梶野議員の、政見放送です。用意スタート。僕はですね、女の子に告白しようとした時になかなかやっぱ緊張して言えないわけですよ。その時にこうもじ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 しすぎて具合悪いのって聞かれたことがあります。切ない。そう、しかもそう、正確に言うとこれ年下の女の子ですから、うん、具合悪いんですかって敬語で聞かれました。もうこれはね、情けない、そんな男でございます。よろしくお願いします。まだあります。なんか、はい、人アピール、人アピール、あとあれですね、でもあ一番恥ずかしい終わりですよ、うん、林議員の政見放送です。用意スタート。もう僕はろくでなしです。酔った父親を何とか止めよう、何とかその父を制御しようと思った時に取った手段がチョークスリーパーホールド。庭で父親の首を絞めたことがあります。どうしようもないです。僕は母の誕生日プレゼントに何を送ったかも今も覚えてません。もっと覚えていたかった。誕生日プレゼントだもん。そんなことすら今まで何年生きてきたか分かんないけど、低学年。でもお母さんにプレゼントあげたのはあげたの、あげたのはね、僕に出せないよ。それは覚えた、多分あげてない。スタート。ええ、私はね、本当に頭きてますよ、本当に自分の愚かさにね。あのね、高校の時ね、自分で作った草野球チームをね、クビになったことがありますよ、ね、あまりの運動能力の低さにね、すげえいいやつだったんですけどね、ちょっとやめてくんないって言われたんですけど、最悪ですよ。あとね、サンタクロース、私、信じてたんですけどね、妹にサンタクロースいないよって言われましたね。もう最悪ですね。あいつは何考えてるんですか。プロレスラー見てる。あとね、結構頭ハゲてきてるんですよね。もう、その手を抜くためらいがないっていうね。これ自虐じゃねえよ。自称っぽい。寺島議員の政見放送です。スタート。ほら。私なんてなんだ。私はね、最近、先輩議員の家に呼ばれてね、先輩、後輩たち見てる前でね、階段から転げ落ちたんだよ。ちっちゃいエピソードだね。ただ焦げた、ちゃんとしてないからね。ただ焦げただけでね、先輩、後輩芸人に大爆笑されたんだよ。先輩芸人の意地が台無しなんだよ。その後ね、キスデュードを奢ったんだよ。いいじゃない。でもなんか、いいことだ。寂しかったよ。私はね、あれ、この自虐政見放送とか終了。おい、企画に文句言うんじゃないよ。あー、いやー、なんかダメな参列者みたいな。参列者だったら ね、 そうだね、地獄の葬儀だね。葬儀だったら最悪ですよ。うわ、ここ髪の毛落ちてます、ね、うわ、くさくさの髪が、いや、サーキヘアが落ちてますよ。はい、せーの、くさくさ、くさくさ、くさくさ、おめでとうございます。いや、俺直前まで梶野さんだったんですよ。あ、そうですか。ただね、ここに落ちてる髪の毛の量で